こんばんは、平井博明です。今回はですね、以前チーピンとか左引っ掛けにお悩みの方への動画を撮ってったんですが、途中からちょっと内容がずれまして正しい答えにたどり着けなかったので、より詳しく左へ行く方のお悩みについて解決できればと思って撮っていきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。原因があると思うんですけども、一つ一つ解説していきたいと思いますが、まず最初一つ目なんですけども、トップが低かったり浅いと左に行く感じです。トップが低いっていうのは、通常の位置ってこのグリップエンドと両肘のこの三角形から真後ろから見た時に右肩が見える位置、この位置ですね。これが低いと左腕で肩が隠れて、僕の右肩カメラから見えてないと思うんですよ。これだと低いです。このグリップと両肘の三角形の隙間から右肩が見える位置にトップが収まっているのが理想です。この位置だと見えてると思うんですよ。この位置がトップの、理想の位置。そこから低くなるとこういう位置になりますね。こういう位置になると、なんで左行くかっていうと、こっからクラブを振るとインサイドアウトになってですけども、右に飛んでくのが嫌なんで、単純にこうやってクラブをターンさせたら左へ飛んできます。フックボールが出やすくなってしまうので、トップが低いとボールっていうのは正しくフェースがターンした場合に左にすごく行く確率が上がりますので、そこは注意していただきたいポイントになります。あとトップが浅い、理想はトップ作った時にクラブが地面と平行ぐらいの高さがいいんですが、深さですよね、これぐらいがいいんですけども、ここよりだいぶ浅かったりすると、要は打ち急ぎですよね。こうやってトップ行くまでにもう自分がトップたどり着いちゃってる感じからもう切り返すんで行きやすくなります。ただ注意ポイントとしては、浅くしようとして浅くしてる方は左に行かないです。正しい基本の位置に行こうとしてる最中に浅いトップから切り返してる人が出ますので、単純に浅いからって言って左に出るわけではないです。ちゃんとした深いバックスイングを取ろうとして浅いバックスイングを取ってしまった時に出るということになります。2つ目、タイミングが早い。これもトップが浅いっていうのと一緒で、自分が切り返しますよっていうタイミングのところからだいぶ早い段階で切り返してしまう、本当にトップの位置が浅いと一緒でタイミングが早くなる、これがもう左へ行くすごい原因になります。これどういう時に起きるかっていうと、緊張してたり曲げたくない、早く結果を出したい、そういうことが一つでも当てはまるとタイミングって早くなります。あとはですね、気持ちが落ち着いてない時ですね、ゆったり構えてゆったり気持ち的に打てる時っていうのはタイミングっていうのは速くならないんですけども、例えばボギーボギーボギーダボとかですね、スコアが悪くなってしまったり緊張してきてとにかく早くもうヘアウェイに早くしたいって言って返しが早いタイミングで降りてきてしまうと左へ行く確率がすごく上がります。あとですね、クラブが重い硬い、この2つ、クラブが重いと1番と同じ原因になります。クラブが重いんでこうやってどん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 低い位置にトップが収まりやすくなるのと、重いイコールヘッドバランスも、重いクラブって同時に重かったりするんですよ。ヘッドバランスも効いてるクラブが多いので、そうなってくると自分の振ってるスピードと遠心力がかかる度合いがすごい強くなってですね、どん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 腕がトップの位置からこうやって下がってって低いトップに行ってボールが曲がり始めますので、自分の力で扱える重さのクラブをやっぱ使った方がいいですね。重すぎてしまうとどん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 クラブっていうのは重力に負けてスイング中低い位置低い位置にクラブが動き出しますので、そうなってくるとボールっていうのはすごい曲がり始めます。あとは硬いシャフトですよね、シャフトのしなりが感じられないクラブだと左へ行きやすいんです。切り返しからこうやって
こっちに進んでるのが今度逆に方向に進んだ時にしなりってこうやって出たりします。あとはインパクトのところですね。インパクトのところでこう戻ってきた時にシャフトがポンって前にしなるんですけど、それが硬いとしなり戻りが早いんで行きます。今ちょっとわざと打ってますけども、ああいう風に硬いと自分がここだっていうところよりももうすでにクラブが前へ通過してますので、打ち急ぎをさせられてしまうというか、シャフトに打たされてしまうので、シャフトが硬すぎるとボールが左へ行く確率っていうのは高くなります。あとは飛ばそうとかした時にダウンスイングで右足の蹴りが速いとか強く蹴ってしまうと上半身が起きてですね、起きるとクラブってこうやってトーダウンって言ってクラブが下がるんですよ。そうするとボールが左へ飛んできやすくなります。自分の飛距離よりもちょっとでも飛ばそうとした時、あとは向かい風アゲンストなんか吹いてて強い球打とうとした時とか結構多いかもしれないですね。あとはアイアンでこれをやってしまうとシャンクとかですね、大打振りっていう原因にもつながりますので、ドライバーだけじゃなくいろんなクラブでいろんなミスが出やすいポイントになります。構えたとこから上げて打つ時にグッと前に膝が出る。蹴るんであればこうじわーっと進行方向にこうやって蹴れればいいんですけども、正面前にこうやって蹴ってしまうとそういうミスがすごく多く出てしまいますので気をつけていただきたいポイントになります。あとはもう単純に振り遅れですね。振り遅れてクラブが寝る、こうやって寝てトップが低いと似てるんですけども、トップ作ってここからこうやって切り返した時にクラブがこうやって寝て、ダフっても左行きますし、そのままリストターンしてもこういう風に左へ飛んできます。こういうことがダウンスイングで寝たりクラブを振り遅れさせてしまうと左へ行く確率っていうのは相当高くなりますので、こういういくつかのポイントを気をつけていただいた方がいいと思います。前家で撮った時に振り遅れてくださいっていう結論を言ったと思うんですけども、振り遅れ違いが出てきてると思うんですよ。だって振り遅れりゃいいんじゃないのみたいな。確かに振り遅れた方がいいんですけど、振り遅れ方、まっすぐこうやって普通に上げてこっから振り遅れる時に、悪い振り遅れって右肘が右脇腹にこうやってくっついてフェースが上向いてこうやって振り遅れちゃうんですよ。これだと絶対に右に行き放題なんですね。要はフェースが開いて降りてきてるクラブの寝る遅れる、これは良くないんですけど、僕が言ってるのはフェースは常にターゲット向いてこうやって、要は体の後ろにこうやって振り遅れてフェースはまっすぐ戻ってきてるんで飛んでいかないんですよ。こうやって打ってるんで、この位置関係のままこうやって打つだけなんで、あれだけ振り遅れて相当こうやって振り遅れてもフェースがボールを向いて戻ってきてるんで右には絶対飛んでいかないんですよ。要はこの振り遅れ違いっていうのを分かっていただければと思います。あとは逆をやりましたシリーズとかも、頭を上げてもナイスショット出ますよとかってあると思うんですけども、その動画の時も言いましたが、インパクトの時に前傾姿勢がほとんど変わらなくてインパクトのところにまっすぐ戻ってきてたらの8です。結局他の動作っていうのが前傾がキープできててクラブフェースが当たる時にまっすぐ戻ってきてたら関係なくなっちゃうっていうことなんですね。なのでそこを大前提として押さえていただきたいポイントになります。必ずアドレスの位置に戻ってきてればある程度他が変な動きしてても問題はないですよということになります。では今回ですね、より詳しくというか左に行く引っ掛けの原因っていうのをやっていきましたが、いつもこれ終わった時にトール君から具体的に練習方法とかって言われるんで、先ちょっと言っちゃいましょうかね。トップが低くなってしまう方、浅くなってしまう方っていうのは最初にも言いましたけども、結局その位置を確認したいと思うんですよ。なんで真後ろから見た時にグリップエンドと両肘のこの三角形の隙間から右肩が見える位置に必ず毎回収める練習をする、どうかなっていう感じで後ろに鏡があったりとかして見れれば一番いいんですけど、こういうふうにやって右肩が見えてればいい位置だなっていう
ふうにトップの位置なんか決めていただいた方がいいですね。あとは浅いとか深いっていうのはその方の振るタイミングなんで、あまりそこは意識していただきたくないです。深くしようとして浅くなったり、浅くしようとして深くなったりっていうのがなければいいだけなんで、深いからダメ、浅いからダメっていうのはないです。次にタイミングが遅いと早いあると思うんですけども、本当に自分が打つタイミングにクラブがインパクトに戻ってきてるかどうかを自分で意識して打つことが大事です。前もタイミングの動画やりましたけども、インパクトで当たるときに左足のかかとの踏み込みと踏み込んだ瞬間にボールに、ここの時にボールに当たる音が鳴ってるとタイミングが合ってるということになります。なのでその左のかかとへの踏み込みとインパクトの鳴る音が同時っていう意識を持っていただいた方がいいです。それは体重移動するしないは全く関係ないです。体重移動しなくても真ん中でポンと踏むだけでも一緒なので、これがこうやってなんなきゃいけないっていうわけではないです。軸をぶらしながら打ってもセンター軸で回って打ってもこれは一緒です。あとクラブが重いのと硬いっていうのは、それはもちろんフレックスもありますので、できれば最初なんかはすごい柔らかいクラブを使ってあげた方がいいです。男性ですとレディースとか R のすごい柔らかいシャフトを打っていただくと分かりますので、トップの位置なんかが収まってる収まってないっていうのが分かりやすいです。それはシャフトがしなってないとクラブってどこに今あるかっていうのが分かりづらいですね。シャフトがしなってるとクラブの重みを感じたり、今どこを通ってどういうスピードで振ってるかっていうのが初めて分かりやすくなるんです。硬すぎるとかですね、重すぎるとそれを動かすための動作しかスイングに取り入れなくなってしまうので、それは良くないですね。スイングをしてボールを打つためにどういうクラブを使うかなので、ちゃんと自分の力感だったりスピードとかパワーに対して位置している重さ硬さのクラブを選んであげた方がいいと思います。あと右足の蹴りなんですけども、蹴り方はできれば打った後に右足を上げる意識があった方がいいです。イメージ的にはこれ今僕ドライバーで打ってますけども、アイアンとかウェッジで最初練習した方がいいですね。打った後に右足が上がるイメージ、要はベタ足のイメージですね。練習場に行った時なんかにやっていただければと思います。あとは振り遅れ、さっきちょっとやりましたけども、どうしてもクラブが寝てしまう時っていうのは溜めすぎとかですね、構えてトップを作ってダウンスイングの時にクラブがリリースされないとクラブってどん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 こうやって寝てきたりするんです。あとは手元が体から離れてしまうとこれだけでバッと寝ちゃうんで、自分のアドレスの位置に対してこの形、構えの意識をしていただいて、こっから体の最初動いてあげる練習だけでいいです。あまり手元を動かさないで打ってあげる。そうするとクラブって寝なくなってきてですね、あとはなるべくさっきの1番と一緒に高いトップの位置を意識していただくと、そこからインパクトに対して直線的にクラブが動いてくればクラブが寝なくなってきますので、本当にヘッドをリードさせて動かしてあげると、ヘッドが動いてたらクラブって寝ないんですよ。グリップを主体にこうやってリードして打っちゃうとクラブって寝やすいので、インパクトに対してヘッドをこうやって向かわせるとクラブっていうのは寝なくなりますので、その意識を練習で持ってあげた方がいいと思います。では今回はですね、左へ行く引っ掛けにお悩みの方へアドバイスになったらいいなという動画を撮っていきました。最後までご視聴ありがとうございます。